ミニーちゃんの夢みどりーみー、今回第70回目記念ということで、後ほどお出かけをしちゃいたいと思います。そんな私、今日、お客さんからもらった T シャツ着てるんですけど、ウサビッチって書いてあって、そういうキャラクターがいるんだそうで、ゲーセンで売ってるみたいで、売ってる？ゲーセンに置いてあるやつみたいで、ここが開くんですよね。いいっていう感じで、街中で着るにはちょっと恥ずかしいですね。はい、しばらくこのままにしておきます。はい、そんな感じで今日は、うさぎちゃんっていう名前のアイドルちゃんをお呼びしています。はい、アイドルのゆうきうさぎちゃんです。こんにちは、ゆうきうさぎです。はい、うさぎさん、自己紹介お願いします。はい、自己紹介いきます。はい、身長149センチ、ちびっこのリータンドセクシー、ゆうきうさぎです。ひらがな6文字です。ねえ、背ね、ちっちゃいですね。そうなんです。かわいい。はい、よさたんね、最近よく共演してて、ね、うさぎちゃんだけど、今日はね、一緒に猫カフェに行ってみたいと思います。わーい、にゃにゃんにゃにゃん。ということで、私たち猫カフェのキャリコ新宿店さんにやってきたわけですが、早速ね、飲み物、ソフトドリンクをね、頼みました。うさぎちゃんが頼んだのが、はい、アイスカフェラテ、はい、私が頼んだのが、アイスウルッチャです。はい、こんな感じでちょっとお得なね、普段の休憩に普通にカフェとしてね、来ても面白いと思うし、オムライスとかパスタとか500円とか言って超お安くなってますよね。はい、はい、ゆさぎさんはキャリコさんの新宿店じゃないや、吉祥寺店に行ったことがあるそうで、でも猫カフェ自体は久しぶり？そうですね、もう数年ぶりなんですけど、猫ちゃんたちすごい大きい猫がいっぱいいてびっくりしてます。ちょっと簡単な動物の説明をしたいと思います。入店料が1時間につき1000円で、延長料金が、10分につき150円、パック料金がですね、私たちこの90分コースで来たんですけど1300円、土日祝日1500円、2時間ですと、1500円と土日祝日が1800円となっております。はい、こんな感じで、まあ、フリータイム料金とかね、お得になっております。営業時間がですね、朝の10時から夜の10時となっています。はい、また遊びに行きたいですが、私たちニカちゃんのおやつを買ってきたんですけど、今から、餌あげに行きたいと思います。猫近い。手のひらに乗せて、これを鳴らすと来るみたい。うん、これでした。肩に乗ってくれないかな。肩？重くない。何だにゃ。お腹空いてるんだ。大量に取られてしまった。後ろにいた。にゃんこちゃん、お前こっちおいで。
すごいね。猫まみれや。はい、どうぞ。こっちが一番食いしん坊だ。かわいい。ペロペロしてる。かわいい。食べられた。やってないよね。このね、あげた。かわいい。うん、すごい寄ってくる。この子が一番ね、ガッツいてる。手がもう、うん、かわいい。猫じゃらし。ほいほいほい。お腹空いてるんだね。もう餌がすごい勢いでなくなる。大きいな、みんな。すごい。あ、かわいいの来た。デブチ。あ、かわいい。ブサイク。ブサネコかわいい。おいで。ブサちゃん。なんかね、うん、そう自然と赤ちゃん言葉になってしまう。おいで。もうまさかこれしかない。あげすぎちゃった。どうしよう。こっちの膝でも寄ってくる。この子のせいで全然しそうなんだけど。うん、本当に手が。うん。可愛い可愛い。お手した。手が可愛い。うん。この子落としてしまったよ、うんうん、耳に結構の足裏が足のマッサージになってから効く。結構筋肉痛だったから、うんうん、何も残り少なくなっちゃった、うんうん、にゃーん、いちいちゃん、くにゅー、めんこちゃん、うん、綺麗に。ニャクちゃん。横ずらしの上に乗って。あ、来たよ。にゃーん。あ、ツーショット撮れた、嬉しい。ニャクちゃん。じゃあ、餌、鳥のささみあげます。はい、どうぞ。うん。もうすごい勢いで食べて。もうない。もうね。うん。ペロペロ。かわいい。そうだな、うん、うさちゃんなだけにうさぎカフェも捨てがたいけど、やっぱりでも今日の猫ちゃんたちすごい可愛くて、ありがとうございます。ね、最近フクロウカフェとかもあるみたいなんで、うん、なんかいろんな、ね、動物と触れ合える、ね、ところが増えるといいですね、うん、はい、ね、うさちゃん、私あの8月31日に主催ライブを考えているんですけど、まあ、もし大丈夫でしたらご検討ください。はい、考えます。はい、そんなうさたん、チャリティーオークションを参加していただけるということで、何を持ってきていただけましたか？はい、今日はですね、こちらの白いブラウスとピンクのワンピースのセットで持ってきました。じゃん、ロリータ服みたい。
かわいい、はい、そうなんです。それとそれとあとはですね、こちらの私の水着の写真3枚も持ってきました。あ、はい、いつも物販で出してるやつそうですね。はい、そうなんです。はい、ということで説明に移ります。東京ボーダレス TV ではおなじみのチャリティーオークションにゆうさぎちゃんも参加させていただきます。落札された金額は世界の子供にワクチンを日本委員会および JCV チャリティーセンター実行委員会において募金運営費として活用されます。および東北関東大震災の被災地対応として支援物資の購入費にも役立たせていただきます。オークションスケジュールは東京ボーダレス TV トップページまたはゆうきうさぎちゃんのブログにて発表します。チェックお願いします。はい、うさたん、なんかいろいろ活動してるんですよね。そうなんです。物販用写真をちょっと見せてもらえますか。さっき見せてくれたこちらが、ね、ライブに行くとご購入いただけるということで、うん、そうですね。1枚おいくらですか。はい、1枚は300円なんですけど3枚で500円セットで。お得。ドライブの告知などお願いします。はい、私ゆきうさぎですね。たくさんいろいろやっているんですけれども、はい、こちらですね。7月に7本ぐらいイベントあるのですが、特におすすめのものをこちら用意しました。はい、まず7月の2日トークライブあります。場所がマルチエンタメライブ食堂横浜 3S さんで、うん、夜の7時から9時までと、7月19日日暮里アイドルレズデンという DVD 収録ライブをやります。はい、こちら場所が日暮里プロモボックスさんです。はい、今日は7月の21日にいちご姫さん主催の秋葉的自己満足ライブ、こちら場所が六本木のヒットパレードになります。はい、私もライブの告知とか、7月の3日に阿佐ヶ谷とスペースプロットさん、7月15日茅ヶ崎のマリーさんというところで夕方からあるんですけど、まあ、この日はお昼からあの海辺で水着撮影会もしちゃうと思います。あと7月19日日暮里ファームボックスさん、7月21日赤坂天竺さん、あとですね、大事なお知らせ、8月の31日秋葉ドレス秋葉ホールさんにてエミリーちゃんのライブドリーミーボリューム3ということで、私の主催ライブ第3弾が行われます。皆さん遊びに来てください。はい、こんな感じで、今日いかがでしたか。なんか、はい、今日はなんか可愛いミリーちゃんに生まれたし、あといろんな猫ちゃんたちとも触れ合えて、ちょっと時々あの動物飼ったことないのでちょっと最初は怖かったんですけど、でも猫ちゃんたちとも触れ合えてきました。はい、じゃあまたいろいろよろしくお願いします。はい、はい、次回の更新日が7月15日海の日となっております。はい、それでは今夜もいい夢みどりみ。